1896年のフランシス・ベンジャミン・ジョンストンのセルフ・ポートレート。ペチコート姿の彼女の左手にはビアスタインが握られている。新しい女は19世紀後半に登場したフェミニストの理想を体現した女性たちであり、20世紀に至ってもフェミニズムの思想と運動に深い影響を及ぼし続けた。この新しい女という言葉は作家のチャールズ・リードが 自分の小説、女嫌いのために作った言葉である。彼の小説は、1877年に、ブラック・ウッズ・マガジンに連載された後、三巻本で、出版された。この文脈において特に関心を持たれたのは、2巻の14、章と15章で、女性の平等な扱いに、賛成の論を唱えており、この談章が19世紀後半の女性解放運動。 そのものの火付け役となったことは明らかである。1894年にアイルランドの作家サラグランドが書いた有名な論文の中にもラディカルな変化を求める自立した女性に言及して新しい女という言葉が使われており、それに応えてイギリスの作家ウィーダが書いたグランドを支持する文章の題名にもこの言葉が使われた。 新しい女という言葉をさらに有名にしたのがアメリカ生まれのイギリスの小説家ヘンリー・ジェームズである。ヨーロッパとアメリカに急速に増えつつあった教育を受け職業的にも自立した女性やフェミニストを形容するために彼はこの言葉を使ったのだった。自立していること自体はこの言葉が表す思想の一端に過ぎない。その 新しさには振る舞いや服装といった身体的な変化も含まれており、例えば自転車に乗ることのように、女性がより広く活発に世界と関わることを可能にする行動も関わっているのである。男性が支配的な社会に惹かれたや限界を超えようとする新しい女性像は、ノルウェーの劇作家、ヘンリク・イップセンの代にもなっている女性や、ある婦人の肖像のイザベル・アーチャーである。 歴史家のルース・ボーディンはこの言葉を次のように説明している。ヘンリー・ジェームズが目指していたのはヨーロッパで暮らすアメリカ人の国籍離脱者を特徴づけることだ。裕福で多感な女性がその独立心にも現れるように豊かであるにもかかわらず、あるいはそれゆえに気ままな行動をすることに慣れきっている。新しい女という言葉は自分の人生を私生活だけでなく、 社会的あるいは経済的な意味でも自分が思った通りにしたい女性を表すものなのだ。現代女性の物語を書いたイギリス人の小説家エラ・ヘプワース・ディクソンも新しい女とあだ名されている。新しい女は社会や職場の一員として以前よりも活発な人生を送っていたものの文学や演劇などの芸術に関する媒体においては 家庭であったり私的な領域において自立性を発揮する人物として描かれることがほとんどだった。新しい女に非常に大きな影響を与えたのは女性が賛成権を得るために19世紀に起こったサフラジェットの運動である。西欧諸国で都会化と工業化が進むに従って女性が教育と雇用を受ける機会は増えていった。ピンクカラーの仕事は 商売や工場などの世界で女性が働くための足がっかりであった。1870年にアメリカにおいて農業以外の産業に従事する女性の割合はわずかに6 4だったが、1910年になるとこの数字が10%に上昇し、1920年には13.3%になった。 地質学者のフローレンス・バスカム。ジョーンズ・ホップキンス大学から博士号を取得した最初の女性でアメリカの新しい女の代表例。大学に通うことができる女性も増えていた。中には専門教育を受けて法律家愛者、ジャーナリスト、教授になる女性も出てきたが、それは大抵セブンシスターズのような名門女子大学で教育を受けた人々だった。 20世紀に入るとアメリカにおける新しい女は中等教育終了後にも教育を受ける人が多くなっていった。マウントホリーオーク大学では1837年の開学以来女性を指導者にしていたがウェルズリー大学でも1881年にアリス・フリーマン・パーマーが初の女性の学長となった。新しい女、選択の日と題された風刺写真。 日カボッカーズとニーソックスを履いた新しい女がたらいといたで選択をする男を監督している19世紀に男性に頼らず自立することは女性にとっての究極の目標だった。当時の女性が夫や男性の近親者、公共機関や事前団体に法的、経済的に依存していることは歴史を紐解くまでもなく自明のことである。 19世紀後半に女性にも教育や職に就くチャンスが訪れ、所有権などの新しい法律上の権利も生まれたということは女性が男性のパートナーを自由に選べる新しい立場に置かれたことを意味していた。新しい女はその性の自立を非常に重視していたが、女性の放落をそのわずかな兆候させ見逃さず、声高に反対の声を上げる社会においては、 それを実践に移すことは容易なことではなかった。ビクトリア朝時代の女性にとって、結婚相手以外との性行為は、すべて、不道徳なものとみなされた。19世紀の後半には離婚のための法律も変わり、新しい女はその経済的独立性を全く、損なうことなく、離婚をすることができた。そして離婚した女性がその後に再婚することもよく、あった。 しかし法律を駆使して社会的な面目を保つことが不道徳的であると考える人は多く新しい女が進む道は平坦ではなかったメアリー・ヒートン・ボースは自らの妥協についてこういう言い方をしている私生活では結婚したら立派になったと言われないようにただひたすら頑張っていますしかしヘンリー・ジェームズの小説では自由な女性が 自らの知性や性的な自立の恩恵を受けつつも、最後には自分がした選択の報いを受けるということも確かである。新しい女という潮流が生まれる中で、その信奉者には女性の集団において交際する中で、レズビアンとして関係性を持つ自由もあることに気づく、女性もいた。異性愛者との交際においては男性優位になりがちであるが、他の女性を愛することは選べば、 それから逃れられるというわけである。他方では、経済的な自立がすなわちパートナーを選ぶとき保護者の側になる責任を意味しないという場合もあり、女性たちは、この意味でも新たな自由を享受したのであった。新しい女の出現は、特権的な上流階級に連なる女性は、高等教育と雇用を受けるべきだという社会規範が、 強くなった結果でもあった。20世紀の変わり目においても、大学教育それ自体は男性にとって裕福さの証であり、この時代に中等教育終了後にも教育を受ける人は、アメリカでは10%未満に止まっていた。大学に通う女性は大抵白人の中流階級に属していた。そのため、労働者階級や有色人種、移民は、 この新しいフェミニストの理想像を体現することなく置き去りにされていた。こうした終焉的なコミュニティに属する女性作家によって性別に関して新たに生まれた自由を享受する新しい女は人種やエスニシティ、階級の犠牲の上に成り立っていると批判されている。新しい女の独立性を認め、 また尊重はすべきだが、進歩的な時代の新しい女になる基準をクリア。できるのは、ほぼ白人の中流階級の女性だけだったという、問題を無視すべきではないということである。イギリス社会における女性の可能性の広さについて、議論を行っている文学作品を遡ると、最も古い例として、マライア・エッジワースの、ベリンダとエリザベス・バレット・ブラウニングの、オーロラリー。 1856年が見つかる。この作品では、伝統的な結婚と女性が自立した、芸術家にいることの可能性の間で揺れる女性の苦しみが描かれている。演劇においては、19世紀後半に、イプセンの人形の家とヘッダがあぶれる、ヘンリー・アーサー・ジョーンズの、経験な、スーザンの場合、ザ・ケース・オブ・リベリアス・スーザン、1894年、ジョージ・バーナードショーの、 ウォレン夫人の職業とカンディガなどの戯曲に新しい女が見つかる。特にイプセンについてはマックス・ビアボームの新しい女は武器を取った成人の姿でイプセンの頭から生まれてきたという冗談もあるほどである。ブラムストーカーのドラキュラには新しい女に関する言及がそこかしこに見つかる。 二人の女性の登場人物が女性の役割の変化と特に新しい女について議論を戦わせているからである。ミナ・ハーカーはタイピングや演劇的な推論を駆使する何人もの新しい女を体現したキャラクターで年上の男性たちを楽しませる。ルース・ウェン・ステラは新しい女は一度に複数の男性と結婚できるかと尋ねて友人のミナを驚かせている。 フェミニストは、このドラキュラの中心的テーマは、女性の問イと性に関する男性の不安感だと分析している。小説を書いた新しい女の作家には、オリーブ・シュライナー、アニー・ソフィー・コーリー、サラ・グランド、モナケ・アード、ジョージ・エガートン、エラ・ダルシー、エラ・ヘップワース・ディクソンなどがいる。新しい女の代表的な作品としては、コーリーのアンナ・ロンバード、ディクソンの 現代女性の物語、H.G. ウェルズのアンベロニカの冒険などがある。ケイト・ショパンの目覚めや、特にフローベールのボバリー夫人の物語の背景には言及する必要がある。どちらの作品も性的なタワーれを通じて自立と自己実現を果たそうする女性の探求が失敗する様子を描いている。 1920年代のファッションを優先的に考え、パーティーに出かけることを楽しむフラッパーの出現は、新しい女という時代の終わりを示している。チャールズ・ダナー・ギブソンの晩餐が遅れた理由女性にとっても芸術は、プロフェッショナルな職業として成立するようになり、自分たちの美術クラブを作ることもあった。女性の美術作品は、二流品と考えられており、 こうしたステレオタイプを打破するために、女性は作品を宣伝するときに、自信を持ち、声を台にして言うようになった。そして、それもまた教育を受け、現代的でより自由な、新しい女のイメージの一部になっていくのだった。19世紀後半のチャールズ・ガナ・ギブソンが、晩餐が遅れた理由に描いた、新しい女は、家を訪れた警官の姿を描く女性であり、ギブソンは、 画家に憧れる若い女性の方を同情的に描いている。代表的な人物を描き、また自らの生涯を通じてこの新たに出現した新しい女の手本となることで、新しい女の表現に決定的な役割を果たした女性の画家たちがいる。アメリカでは1885年から1905年に、 かけて出版された1万千部の雑誌などの定期、観光物は、購読者のおよそ88%が女性であった。美術界に女性が参入したことで、出版社も女性の目線で現実を切り取った挿絵を描かせるために、女性を雇うようになった。挿絵画家として成功したのは、例えば、ジェニー・オーガスタ・ブランズ・クーム、ジェシー・ウィルコックス・スミス、ローズ・オニール、 エリザベス・シッペン・グリーン、バイオレット・オークニーたちである。19世紀には教育を受け、画家として成功した女性が何人も現れたが、それ以前には稀なことであった。その数少ない例外が、アンゲリカ・カウフマンとエリザベート・ルイーズ・ビジェルブランの二人である。新しく登場した女性の画家たちは、例えば花を受動的で、 装飾的かつ純潔なものとして描き、女性性を表現する男性作家とは異なる視点を絵画制作にもたらした。彼女たちは女性性という固定的な観念に挑戦し、花に囲まれた女性画というジャンルを作った。そのジャンルにおいては、花の咲き誇る庭園に一人、または複数の女性が配置され、構成、色彩、質感、形式を操ることで、 女性は可能な限り花そのもののように描かれた。しかし、そこで女性性が意味するものへと向ける視線は男性とは別のそれだった。この手法は肖像画には使われなかった。女性をそのように表現する形式はアメリカの美術師家たちや保守的な社会からはほとんど忘れられてしまい、19世紀後半に始まり、 急速に発展した新しい女に対する反応はなかった。あんなリーメリットもこのような鼻に囲まれた女性を描いた画家の一人である。彼女はチャールズ・コートニー・カランやロバート・リードといった同じようなシンボリズムを駆使した絵を描いた男性作家の名を挙げ、高貴な人たちの気だるさ、疲れて物を言う時の静かさや反応があることに注目し、 偉大な女性として花を見ていると語っている。エマ・ランパート・クーパーも、高度な教育を受けた女性の一人で、自動書の挿絵や模型と花の絵を描くことから始め、風景画家や学者としても成功を収めた。画家として成功することが難しいことをわかっていた。クーパーは、よく女性に、戒めとして、その困難を語ったが、彼女自身そう言えるのは、 ニューヨーク州ロチェスターで成功し、ヨーロッパに留学できたからだった。日本では1911年に人形の家が初演され、1912年には平塚雷長が読売新聞史上にて新しい女の連載を開始する。政党の平塚たちが展開する婦人解放運動とともに、この頃より新しい女の子が有名になった。しかしこの年に、 彼女たちが見学のため遊郭を除いたことが新聞に掲載されて世間の風当たりが強まり新しい女は政党の関係者を下げ住んで言う言葉になったこともあった。1913年当時17歳だった伊藤の絵は政党に新しき女の道という文章を寄稿している新しき女は 今までの女の歩み古した足跡をいつまでも探して歩いてはいかない。新しい女には新しい女の道がある。新しい女は多くの人々の行を止まったところよりさらに進んで、新しい道を先導者としていく。中略、先導者としての新しき女の道は必須苦式、努力の連続に他ならないのではあるまいか。ありがとうございます。